では、どんどん奥行って、ここから10分ぐらいみたいですね。よいしょ。こんにちは。だんだん悪くなってるというか、階段がなくなったので。クライミングって何なんですかね、どこでやるのかな、ちょっとわかんないですけど、デヒルさんとかないと思いますけどね、書いてあるってことはやった人がいるってことだよね。山登りはしないと心に決めて、今日も3つの山を登るという暴挙に出ておりますけど、真夏に来るとこじゃないですね。真夏に会うとダメですね。特に一番暑い時間。昔の人はでも素足か、もしくは多分ゾウリですからね、すごいですよね、ゾウリってかわらじか、夏場は水一本持ってきた方がいいしね、やばいですね、変わったらだな、うん、ちょっと今日、ね、最後にここ選んだ理由は明日雨かもしれないっていうのがあって、雨だとちょっとさすがにね、まあ、厳しいので。ただちょっと長雨で、地盤が緩んでるので、長雨の時の晴れまで登るのもあんまり良くないんですけど、でまあ、10分少々で作ってんで、まだ半分ですかね。よいしょ。
よいしょ。なんか最後の方来てっぽいですけど。よいしょ。紅葉っぽいですけどね。どうでしょうね。よいしょ。これも結構そうだったんですけどね、あ、まだあれ階段がある階段があるちょっともうちょい行った先だ。ちょっとじゃあ休憩しますか。じゃあ最後の一踏ん張りっぽい感じが見えてきました。ここを最後一本で行くと奥宮岩長姫様の岩倉のご神体があるのだと思いますけども、どうでしょうかね。いやでも今日してよかったな。ちょうどね5時過ぎなんでちょっとかけてきたんですよね。よいしょ。綺麗な岩の両親様がお待ちしておりました。白く青く光苔かな、なんか化粧したいと。まさに賢者の場所と盆ばかりの場所ですね。上まで行けるんですね、じゃあね。